皆さんこんばんは。今夜も始まりました藤原竜也のラジオ、藤原竜也です。2023年最後の放送です。いよいよ23年を締めくくる回となりまして、そうですね、今日はもう特別企画ということで、ただいま ABC のこうスタジオで収録していますけれども、はい、今日はなんと小林くん、はい、忘年会企画を。素晴らしい。やっぱできませんでしたからね、我々。もう先々週からずっとお腹がね鳴っちゃってるんですよ。忘年会シーズンも終盤ですが、ある調査によりますと、今年の忘年会に参加予定の人は 46% で、昨年の 28% と比べると 18% もアップしているそうです。コロナが明け、飲み会積極的に参加する人が多くなっているそうです、ね、まだ油断はできないんですけれども、まあね、やはりこう年末こう頑張ってくれた人たちと顔を合わせて、良い年を迎えるっていうのはやっぱ大事ですよね。毎年やってきましたけれども、ね、今日は何をさしてくれるんですか、忘年会っていうの。藤原竜也ラジオ企画、 ABC さん企画、スカイさん企画、全部一緒、同じことだっ全部同じですけどね。藤原さん1年間ありがとうっつって、はい、美味しいものいただけるんですか。藤原さんありがとうっていうか、みんなで頑張ったねっつって、はい、みんなで。そりゃそうですよ。なんで藤原個人的なの、皆さんが一人でもかけることなくこのラジオは成立してるわけです、はい、そうです。ありがとうという、早速行ってみましょうか。ましょう。じゃあそんなわけで、今日はタツラジでも久しぶりの忘年会を開催いたします。この後忘年会会場に移動しますので、何が起きるのか分かりません。お楽しみに。これ言ってないの、はい、お知らせだけいただいていいですか。はい、お知らせです。アマゾンオーディブルで港かなえさんの作品リバースの朗読を担当しております。2024年2月から始まるスカイプレゼンツ舞台中村中蔵に主演いたします。東京公演は池袋の東京建物ブリリアホール、そして来年3月に行われる大阪公演は新しくオープンする劇場スカイシアター MBS でのこけら落とし公演となります。それでは会場にレッツゴー。藤原竜也がお送りしておりますスカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、さあ行きましょう。今年最後の放送となる今夜はこちら、2023年タツラジ大忘年会というわけで、オープニングのスタジオから移動しましてですね、忘年会会場である東京銀座の高級フレンチレストランテデスティナさんにお邪魔しております。どうしたんですか小林君。あなたがこれよく使うところなんだろ、ここ。いやいや、そんなの知り合いの方からご紹介いただきまして、虎ノ門というか、こう銀座にまで移動してきまして、我々とワークマン分からず10階に通されて、うん、それなんとここのフレンチ今日、うん、貸し切りということで。いやいや、貸し切りってこの部屋だけでいいじゃん。なんかあるでしょこれだって、そんな予算あるわけないもん。今日定休日で、わざわざ定休日にわざわざこの皆さん、はい、いやちょっと乾杯だけしましょうかね。今移動して喉乾いたんで、じゃあ、はい、いいんですか。はい、じゃあ皆さん、リスナーの皆さんも2023年もお疲れ様でございました。皆さん乾杯、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。いい忘年会ですね今年も。皆さんありがとうございます。これどうしてここチョイスしたんですか。そもそも僕はもう小林ピンに、ちょっとお知り合いの方に、うん、お店貸し切れるところで、うん、なんか高級めな雰囲気のあるお店どっかないですかねと。これちょっと最近オープンしたばかりで、ちょっとさ、はい、おかしくない、趣旨が読めないんだけど、はい、ああ趣旨なんもないです。会場と紹介してるだけなんで、はい、あ、じゃあ食事は別パン？流行語。食事はなんか違うとこから持ってきちゃって。違うさ。もちろん食事もこちらでご用意していただき、わざわざ開けていただいて。はい、これ何かが絡んでるな、これで。何を絡んでないです。すいません。ありがとうございます。だからこれなんかグアム行くぐらいだって予算。いや、これでもうグアムなくなったから。はい、もう全部使いました。今日だからゆっくりね撮っていくのがいいんじゃないですか。これ飲みながらお食事もしながらっていうこと で、はい、で大丈夫だ。これ食べながらなんかコースで、はい、コースで行って、それを説明しながら、まずだから本当にあなたもそうでしょ。僕も今日だって昼飯軽くしか食ってないです。抜きだからもう本当先々週からお腹鳴りっぱなしなのよ、ずっと。楽しみにして、皆さんもね、はい、よろしくお願いします。もう飲んでくださいね皆さん、仕事忘れて。もうコースも決まってるんですか。コースも今日だ。藤原さん、このお店の雰囲気を紹介しつつ、こういったことを言ってください。素晴らしい。個室8席カウンター8席、うん、非常におっしゃる、うん、なんか爆発してる。非常におしゃれなお店です、うん、このディスティナさんっていうのが、あ、こんにちは、今大丈夫ですか。シェフ、あ、はい、シェフじゃなくていいですよ。ワインの話なんで。あ、ワイン、はい、はい、ワインも豊富に揃えてるんですか。はい、そうですね、フランスのワインを、はい、
はい、フランス料理でございますのでフランスのワインを中心に、はい、ここはいつオープンされたんですか。こちらがあの7月の、はい、オープンですので、はい、予約取れないんじゃないですか。まだあの新参者ですので、はい、完全に新しいってわけじゃないですよね。前もなんかあったんですか。ああ、そうですね、こちらのベースとなるお店の方が、また銀座の、場所で、はい、営業してまして、そちらから、まあ、ちょっとお店の名前も新たに、はい、オープンしたという形でございます、はい、その我々があのキングと言ってるコンティは置いてあるわけですか。コンティの、まあ、作る別の畑のものは、はい、ご用意しておりますので。それ何ティですか。ロマネコンティ社が作るあのちょっと別の畑の、はい、グランクリュって別の、ね、グランクリュね、はい、今ご用意することもできます。 DRC は他にどのようなのか。 DRC は他にどのようなのか。DRC であの健康食品DRC 健康食品じゃない、あの DHC ではない。 DHC ではない。ありがとうございます。すいません、ありがとう。じゃあマイクありがとうございます。いやはりやっぱすごいすごいね、あるわけじゃないですか。先ほど大井さんなんかさっきボソッと最後言ってたのは何。グランクリュー、あとでお出しするって言ってました、ね、あ、用意はしてますっていうふうにおっしゃってました。あ、お出しするとは言ってないんだ。はい、用意はしてますって。用意するってことは出すってことだよな。お店にあるってことですお店にあるある頼んでもいいってことでしょ別に。藤原さんがね、はい、いいですよ、うん、それは半分出してくれよなんでさ、分かんないんだけど、あなた駆けつけシャンパン2杯も一気飲みしたの。いや、初めあまりにもうまくてさ、冷たくてそしたらその後ついでいかれたんで。こういうとこのシャンパンって美味しいよね、うん、一応その今年の悩みを今年のうちにみたいな話があるんで、はい、僕はね今年悩みがなかったんですよ一個も。藤原さんの悩みはあんまり聞いてないんで。あ、そうなんですか。リスナーさんからの悩みがあるので、それに藤原さんにもうちょっとお酒が入ってから答えてもらいたいんですけど。あ、あ、すごい、今上野さん来ていただいて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。すいません、私上野と申します。上野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なお店で。今日お休みなのに。あ、そうですね。今日は特別に忘年会ということで。いや、素晴らしい。はい。これ早めに撤収しますんで、食事に集中しますんで。あ、全然大丈夫です。気軽に食べれるような感じで。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。仲間でワイワイやっていただければと思います。嬉しい。します。嬉しい。ちょっと先にちょっとパンツバターをお願いします。パンツバター。藤原さん解説してください。はい。ちゃんと今。これ今ですね、手作りチーズですかこれは。バターです。あ、そうですね。手作りだ、見れば分かるだろ、バターだよ。手作りチーズ手作りチーズ。パン、このパンはシェフこだわりのパンですよね。パンが美味しいとちょっとその、ね、パン食べ過ぎないようにね。パンも美味しい、バターも美味しいで、うん、はい、バターはですねフランスよりですねちょっとボルディエっていうですね作り手の方のバターでして、塩バターに海藻を練り込んであります。ちょっと磯の香りのするバター。はい、でパンの方が、もう本当にひまわりの種、穀物、ごまを練り込んで焼きたてほやほやになっております。いただきます。ありがとうございます。これはもうすぐいただいた方がいいよ、あったかいうちにね。ちょっとこれすごいんじゃないこれ。どうですか、うん、めっちゃ美味しいねめっちゃ美味しいねじゃなくて、ちょっとなんかどういう風に美味しいのか食べたことないこんなバター。ね、メール1個が読んでみますか。お酒が入るとね、メールはねこれ全然読めないんじゃないですか、老眼で。藤原竜也41歳にして初めてご報告がありました。老眼鏡買いました。あ、お、自分に合った。 あったっていうか、なんか一番、うん、今よく分かんないんですけど、一番薄いやつ。あ、なんていうんですか、上と下が違う。あ、はい、うん、なんとか老眼鏡、はい、遠近両方のやつ。あ、そうだ、遠近の上がそうでもなくて下がちょっと、はい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 、だからちょっと上向いて見てくださいって。だから こうやるんですかって。はい、そうです。いくらしたんですかそれ。いやいや言えないそれ踏んでも大丈夫なやつ。ん、踏んでも、お尻で踏んでも大丈夫。踏んだらダメ。あ、踏んだらダメなやつか。今パッと言おうとしたけどちょっとやらしいな。うん、やりましたメッセージ読んでみますか。じゃあいいですか。はい、じゃあ元気よく元気よく
ヒゲ男爵さん19歳と大学2年生、そろそろ就活の時期になり頭を抱えております。私はミュージカルや演劇が大好きで今まで全力を注いできており、将来の夢もミュージカルや舞台を作る側なんで、しかしそこまで学歴も高くなく学生時代に力を入れていたこともミュージカルしかなく、こんな偏った人間が憧れの道に進められるのかが心配です。ということで、ということでまだあるでしょう、あります、産業読まない理由がわからない。先生端折ってんです。端折っちゃダメなの。そうなんです。舞台を作り上げる裏での出来事や達也さんが考える舞台を支える人に適している人の姿などを教えていただけたら嬉しいですという。適した人なのにないよね。若い、まだ19歳で若いからどんどんいろんな芝居見て裏早めに裏入って、おうおう、もう場数ですからね。あ、そうですか。場数とまあもうセンスもありますけども。うん、早めに好きだったら入っちゃった方がいいんじゃないのかなって思うのと同時に、早めに入って、その現実を見て変えちゃうとかね、大変だなっていう、裏方さんって大変だもんね。まあね、何にしても早めがいいと、早めがいいと思います。なるほど、19歳なんで。わかりました。じゃあこっちかな。じゃあ読んでください、読んでください。いやいや、あなたが読んでください。ダメだって、これは今お料理来るんだから、これ今読んでください。お料理来るんだから、お料理来るから、これ邪魔でしょ。だからお料理来たのね。お料理が入ってお料理僕も来ますよ。だから読んでください、読んでください。お料理来る前に頼んでくださいよ。ズバッと答えますから。はい、いやいやいや、ズバじゃなくて、だから読めばいいじゃないですか、それ早く。うわ、もう、じゃあ読みますよ。はい、ラジオネームいつも心にダックスフンドさん。あ、ダックスフンド、ダックスフンド近いですね。20代男性ですよ、はい。最近奥さんが妊娠しました。あら、20代で、うん、いい、素晴らしいじゃないですか。今は3ヶ月、はい、うん、まだ会社にはその話をしてない、はあ、いつ頃話す方がいいのでしょうかと。で、忘年会のシーズンになってしまい、誘いを断るのも気まずいけど、まあ、家にいて奥さんの代わりに家事をしたり、そばにいたりという。お父さんがパパが、うん、奥さんが妊娠してるから、うん、家にいてあげたいってこと。そう。あ、なるほど、ね。でも忘年会シーズンになって、うん、誘いはあまり断れないと、うん、で、藤原さんならどうするのか教えてくださいと。あと、仕事と家事を全てやるのが正直しんどいと。いや、それはもう全部やらなくていいんですけど、知った激励してくださいと。全部断って家にいたいって言ったって、なんであんたいつ毎日いるのって言われたら、もう元も子もないからね。まあね、だから自分でいいパパだと思ってるかもしれないけど、ちょっとぐらい忘年会行っておいでよって思ってるかも、奥さんはね。あ、私ちょっともうお腹大変なんだから、うん、何勝手なことを考えてるのばっかじゃないのっつって。うん、どっちのセリフ。おっかさんのセリフばっかじゃないのって。もうちょっと飲みが必要かもしれないですね。そうですね、藤原さん。じゃあまた数分後ということで。分かる。これ今回は申し訳ないですけど、これ収録がメインじゃないですもん、うん、仕事とはいえ、うん、常にこう1年お世話になった皆様に僕はお礼を言う1年ということ。あ、皆さんにね。そうです、うん、感謝の気持ちを伝えるためのあれですから。あ、これ収録、ありがとうは、どうや、ありがとう。いや、俺言っていただけるんだと。あ、そうですか。そっち違う、ありがとうかと。すみません。アザースのありがとうございます。うわ、すごいよ、これ藤原さん。あ、すごい、またこれシェフ作ってきてくれましたね、これ。キャビア来ましたか。あ、キャビアをですね、一番シンプルに味わうにはっていうので、合わせてみたのが、下、生クリームになってるんですけど、ジャージー牛の生クリームです。で、上に銀箔があっただけ、銀に座るという字を書いて銀座という名前から入ったお料理です。で、一番キャビアをシンプルに味わっていただくには、この生クリームが一番合うんじゃないのかと。キャビアの塩加減をですね、生クリームが中和してくれる。キャビアって旨味しっかりしてます。その旨味の余韻を長く引き伸ばしてくれるという効果があります。おいしそう。すごいね。バチコーンやっちゃっていいんですか、シェフ。はい、バチコーンってやっちゃってください。下まで一緒に作ってですね。すごい量。これこの量。美味しい。僕ね、好きなんですよ、最近本当に。キャビアをシャンパンで流し込むっていう。流し込まねえのよ。好きなんですよ。流し込むってもうさ、うん、すごいよね、表現がね。それが好きなんです。はい。じゃあ先ほどの。いつも心にダックスフンドさん、どうぞどうぞじゃないの。読んだのもう、はい、その、いつぐらいに、まあ、3ヶ月です。いつぐらいに会社に話した方がいいですか。だから、いや、話は一緒なんですけども、うん、別に
あ、いや、いいんじゃないですか、安定期入ってからね、うん、入ってから伝えるのでもいいですし、はいはい、あの家に帰りたい帰りたいってそのダックスフンドさんは思ってますけど、はい、あの奥さんはそんな感じじゃなかったらどうするんですかねって話ですよね。そんなに家にいなくていいですよ、逆に一人の時間を楽しみたい、もうすぐだってベイビー来てくれるわけでしょ、そしたら自分の時間持てないからさ、自分一人の時間をちょっと満喫したいなって思ってるかもしれないじゃない、はい、だから一人で考えないで奥さんと相談するのが一番いいんじゃないかなと思う。奥さんに相談する、うん、じゃあまず会社に、まあ、この方男性です、で奥さんが妊娠3ヶ月ですと、はいはい、で会社にいつその話をしたらいいですかっていうことは、じゃあ安定期つまり5ヶ月ぐらいに入ってから会社に、まあ、いやそれはだからだってもう基本があるわけじゃないですか、基本、まあ、ルールというか、うん、だから別にそんな安定期と言わず自分がいいと、うん、まあ、はっきりしない人だねこの人自分がいいと思ったら言えばいいんだって。ああそうそうですよ、ほな、うん、まあ、他者が決めることじゃないそれは、まあ、上司とかに言った方がいいかもしれないですね。あ、そうだね、そうですね、お休みされて、なんで小林くんが答えてんの今日はお酒の席ですから、お酒の席ですね、皆さんポン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 喋りますはい、そうですね、それあるかもしれないですね、そうですね。あと仕事と家事を全てやるのがしんどいって言ってるんですよ。仕事とかで、いやそれはでもね、どっこいどっこいですからね、奥さんもそうですからね、うん、僕の周りが多い、全部やるとか男性が、男性が全部やらせた、うん、例えば誰とか聞いたことあります、結構やった、あ、その俳優さんとかじゃなくて周りの知り合いが全部、うん、あの皿洗う、お皿洗いとか、うん、お掃除は全部やってるっていう友達は、うん、知り合いは多いですね。なるほどね、わかりました、はい、ありがとうございます。ではまた数分後、え、ラジオネームおにぎりさん、はい、おにぎりさん、これ女性か男性かどっちだと思います？女性です。正解、はい、福岡からです、はい、2年前の5月に結婚して、はい、おめでとうございます。藤原さんから逆伝でお祝いをしていただいた、おめでとうございます。おかげさまであれから2年が経ち、はい、旦那さんにイラッとすることはあるけども、はい、大きな喧嘩はなく過ごしています。はい、今年の10月に第一子となる元気な女の子を出産して、素晴らしいですね。大変ながらも毎日子どもの可愛さに癒されています、はい、藤原さんもお子さんがいらっしゃいますが、はい、何か気をつけていることや新米パパへのアドバイスが、ごめんなさい笑っちゃった、おめえ帰れ一人で何一人で盛り上がってんじゃん何盛り上がった今の話、お前今酔っちゃってるからさ、もう何かアドバイスをくださいますかってお前何つぼに入ってんだ何にもつぼんねえよ俺は、すごいごめんごめん、はい、次なんか白かなんかも開けていいんですか開けていいんですかじゃないの、まず白も何もまずちょっと白じゃない、じゃ白開けたところでその新米パパへのアドバイスを藤原さん、新米パパのアドバイスなんてないでしょ、新米パパのアドバイス新米パパのアドバイス、俺も新米パパの時何言ってんだよ違う俺新米パパの時何やってたのって、新米パパのアドバイスでしょ、俺ねこれ使えないけど、うん、新米パパへのアドバイスは、はい、京都で撮影してたんですよ、うん、でバーって、まあ、渦政で撮影して、うん、でそのまま、まあ、その日かなんか帰る時新幹線で、まあ、ビールかなんか飲んで家に夕方帰ってきたら、帰ってきた時になんかおぎゃーって泣いてるんですよ赤ちゃんが、あーぎゃーなんとかーとかつって、で嫁は嫁で、なんかほらほらーとかつって、あそう家庭持つってことはこういうことなんか、なんかあのすごくちょっと幸せだなーなんて思いながらガチャって開けて帰るじゃないですか、であパパーとかつってニュース見るじゃないですか、そうするとね、年どこだっけなー、今のイスラエルも始まってないですから、シリアかなんかで子供が空爆されてるわけじゃないですか、はいはい、血だらけの子がなんか泣いてるじゃないですか、うん、それ別になんかね、あのパパになるってことというか家族になるっていうのは、その何と言ったらいいのだろう、家族としてのあり方でも世界情勢のこの矛盾っていうのは、この自分の幸せは何だろうって考えることなんじゃないのかなと思った、あの親になるってことは、うん、今いいこと言って使えるね、そうだね親になるってことは親になって考えることが多くなったってことだよね、いろいろとね、違う言ってることは、お前違うの今のお前自分の中では感動的なスピーチだよ、なるほどね
なるほどねじゃねえんだってまあじゃあちょっと今使えるようにしといてもらって難しいこれ何ですか、トリュフ？アイスクリームなんですけど、こちら凍らせたトリュフになってます。で、下はトリュフのアイスクリーム。ちょっとこれ初めて見た、この凍らせたトリュフ。小林以外誰も払えないですよ、今日この黒トリュフこれ、そうですね、僕これちょっと寒い地域で軽井沢で働いた時に、黒トリュフ来たよ、軽井沢で働いた時に間違って、軽井沢ってマイナス18度とかすごく寒くなっちゃって、トリュフをしまい忘れて凍ってしまったっていうところからできたデザートです。シェフが考えられた。はい、考えました。トリュフ同士下トリュフアイスクリームですね。有無も言わさず、はい、普通ストップとか言うんじゃないですか。トリュフ2万3万4万5万6万7万15万とか今15万ぐらいです。さすがすごいよこれ。トリュフって温めると香りを強く発する食材で、よくリゾットだったりパスタだったり、あとお肉料理とか温かいものにかけちゃいますけど、急激な温度上昇で香り強く発します。で、今すごい冷たい状態で一番温まるのが口の中で香りを強く発する。なるほど、藤原さん化け物だなもうシェフ大変よくしていただいて、もうこのラジオで来ることはないと思うんですけどおい、素敵なお味ですね。デスティナさん素晴らしかったです。デスティナさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごくもう素敵な夜、100点って言っていただきました。なんかドリンクは僕が払うみたいなになってるんですけどいや自分で言ったんだ。え、自分で言ったんでしょ。お口が滑っちゃった。またお口滑っちゃったサーフィンのこと。何杯飲んでんだあなた。あ、僕ですかここだと。じゃあ僕だけ別会計でって料理も含めて、料理も含めてじゃあ一人で来た方がいいわ静かに堪能した方が。僕は今日ここは銀座の街なんで、うん、あのちょっと今から馴染みのクラブに行って、うん、老舗クラブに行って、うん、ちょっとコンティーでもおろして。おろすって言うんだコンティーはおろすなんや初めて知りました。ありがとうございます。コンティーをおろすとか言うでしょ。おろす、響き30年おろすじゃなくて、コンティーをおろすとか言うじゃん。なるほどね。コンティーをおろすって言いますよね、いただくってね。あんまりじゃないツンときてないですけど、なんか DRC いただきますって、その DRC を下ろすって、下ろすってことですもんね。じゃあ今度僕、私も使わせていただきます。下ろすって言うんですか。下ろす、なの大根とかじゃなくて銀座にはいろんな言葉があるっていうことが勉強になりましたね。そうですね、今日は皆様ありがとうございました。スカイプレゼンツ、スカイプレゼンツ、藤原竜也のラジオ。お送りしてきましたスカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、あっという間にエンディングになってしまいました。あなたもどうなくしたんですか、台本を。あるあるある、ここに。どうでした今日、あのシャンパン駆けつけ2杯からのシャンパンな、ね、こういうお店で駆けつけ2杯しないですからね。いや本当そうよ。いや冷たくてすっごい美味しくて喉渇いてましたしね。そう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 我々来たくーって言っちゃった。美味しかったです ね。あの料理の方はどうでした。いや料理の方もまさか最後にね、あんなことがあるなんて。お前逆に聞けよそれ何がですか藤原さんどうだったんですか今日の。素敵な店でした。なんかちょっと想像してたのと違いましたね。ああまあね、いい意味ででしょ、うん、もちろんいい意味で、うん、で最初なんかちょっと一丁前に生意気になんかもう近所でよかったんじゃないとかつって言ったんだけど、確かに秋田屋でいいんじゃないって、ね、素晴らしいお店を用意していただいて、もう大満足でございます。嬉しかったです。はい、今年もこれ最後ですよ。確かに藤原さんどうですか今年1年。いやもうそうですね、はっという間だったね。もうはっという間、うん、はっという間だよ、ね、うん、はっという間だよ、ね、来年の流行語にしようか、はっという間ね。どうでした。いやはっという間だったね。いやはって言ったはっね、はっという間、はっという間、はっという間、んはっという間あなたちょっとじゃあ、あなたそうだよ、最後これあなた言わないと、これいつものいつものやつを。だからそもそも締めるつもりなんだね。何なんだよ。締めてください。2023年でそんな。最後使いあれだよ。2024年もよろしくお願いしますだよ。2024年も皆さんそうですね。改めまして23年。改めまして。改めまして23年この
会を持って終了というところで、うん、そうですね、2024年リスナーの方たちに改めてよろしくお願いいたしますということで、うん、良い新年を迎えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、番組では質問やメッセージ、お悩み相談、絶望エピソード、番組で解決してほしい調査依頼などお待ちしております。メールの宛先は番組ホームページのメッセージフォーム、または達也アットマーク abc1008.com、 X の場合はハッシュタグタツラジをつけてメッセージを送ってください。また番組のホームページでは特別動画や過去のオンエアの聞き逃し配信も行っていますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組公式 TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。それではスカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、2024年もよろしくお願いいたします。皆さん素敵な年末年始をお過ごしください。藤原竜也でした。